こんにちは、世界を旅してものづくりすばらしい工房です。はい、今日はですね、フリーランスな生き方のお話をしていきたいと思います。はい、で私よく聞かれるんですよね。どうやってこの仕事にたどり着いたのとか、始めたきっかけはとか、いろいろ聞かれるんですね。でこういろんなこう出会いとか経験がこう折り合わさって、まあ、今この道に来てこうなってるって感じなので、まあ、ざっくり今日はですねお話ししていきたいと思います。それで、もしこの YouTube 見てもらってる、聞いてもらってる方で、なんかこう自分からなんかこれから始めていきたいなと、この例えばこのトピックが好きなんですけど、この料理が好きなんだけど、この料理作ることが好きなんだとか、染めることが好きなんだとか、でこれを生業にしていきたいなっていう人が聞いてくれたら、なんかこう参考までになれば嬉しいです。でですね、はい、自己紹介、すばらじ工房ですね。でスバラジ工房としての屋号は2004年からで、吉祥寺の隣 の、 中央線の 西荻窪ってとこなんですけど、そこで店舗を、まあ、やってまして、で当時なんか僕結婚して、結婚するためになんかこう住むとか探してて、そしたらこうたまたまこう店舗付き住居があったから、そこにとりあえずそこに入った。で入ってこれ7年ぐらいやったのか、7年半ぐらいやったのかな、なんか途中で子供とか生まれて、それでまあこうちょっと定住みたいな感じでそこでやってたんですね。でその後こう埼玉に移住して、それでまた今吉祥寺の工房ですね、で僕がまあ育ったところの家のこう一角をこうショールームにして、皆さんこうワークショップしていただいたり、でまあ展示会とかも各地のギャラリーとか、まあ、いろんなお店と提携してやってるって感じですね。でそれに付随して音楽活動とか中東料理のレシピとか、なんかあとは DIY のことを、こういうまあ壁の素材とか、まあ、僕たちこれ工事して作ったんですけど、まあ、そういうこともすごいいろんなことをいろいろこうやってきてるので、この人何やってんだろうみたいな感じなので、まあ、今までやってきたことをこうただこう統合してるだけだよって感じ でやってきたことをこれからちょっと紹介してお話ししていきたいと思います。でまずですね、僕海外 の、 ボストンってとこで、音楽の学校に行ってまして、はい、それでもともと語学得意だったっていうか、まあ、英語とかまあ別にめちゃ成績いいわけじゃなかったんですけど、まあ、日本語でも別に喋るの好きだし、まあ、英語でも別になんか恥ずかしいとか別にそんななくて、まあ、割と喋るのは好きだし、まあ、文法的なこともまあ割かし理解できたので、まあ、そんなになんかこう抵抗なかったなみたいな感じ で僕なんかこう日本の社会でサラリーマンとしてこう、まあ、親もサラリーマンじゃないっていうのもあるんですけど、なんかサラリーマンの自分がちょっとどうしてもこう子供の頃から全然想像できなくて、それで、まあ、ちょっとこう変わったっていうかな、こう海外行ってみたいな、で音楽もやってて当時から、で音楽も好きだし、それに関連した学校行ってみたいなと思って、でそっちを選んだんですね。はい、まあ、アメリカなのでボストンってやっぱりこうなんていうかな、普通にこうドミトリーとか入ってたんですけど、すごい体調とか壊して、でなかなか厳しかったんですね。それで、まあ、精神的にも結構きつかったので、ドミトリーを出てこうアパートで、ね、シェアアパートとかでこう暮らして、それでこうなんか料理とか自分でこう日本食材屋さんとか結構あったので、まあ、自分でこう野菜とか選んで、まあ、味噌とか普通になんか買えたりしたので、まあ、海苔とかなんかわかめとかなんかを持ってきたり送ってもらったりしたから、そういう感じで自炊してきて、で当時からなんかこう感覚的なこうなんていうかな、まあ、ちょっとこう、まあ、ジャンクフードで生きられないみたいな体になっちゃったので、素材を選んでこう料理するみたいな習慣が、まあ、今でもまあ身についてるって感じなんですね。はい、それでですね、まあ、2年半ぐらいいたのかな、ボストンには。で休みの時ですね、こういろんなこう、まあ、沖縄でキャンプしたりとか、あとモロッコとかいろんなとこ、なんかこう旅行してるうちに、なんかこう特にこのモロッコでの出会いですね、モロッコで田舎とかでこう長くこう滞在することがあって、こうすごいシンプルなこう健全な人たちと触れ合うことがあって、それで、まあ、ちょっとこう生き方にこう疑問を持ってたっていうか、こうなんていうかな、まあ、ちょっとこう精神的にもなかなか不安定だったんですよね。それで、まあ、結局なんかこう学校にこう戻らなくなって、で日本に帰ってきて、で草木染め作家の家に転がり込むみたいな感じで、この辺からちょっとわけわかんない人生になってくるんですけど、はい、でまあそんな感じでもういきなりこう、まあ、やめてっていうか、こう休学して帰ってきて、なんか好きなことやってると、普通こう世間的にはこう誰も相手にされないっていうか、ゴミっていうかクズっていうか、マジで本当になんか当時の友達とかも、お前何やってんのみたいな感じで、もう会おうともしないみたいな感じで、それでそうですね、まあ、途中からこう
なもう本当こう人間とし人間失格みたいな感じで誰も相手されなかったんですけど、まあ、草木染めサッカーとか、まあ、自由な生き方してるこうクラフト系の人たちは受け入れてくれて、で岡山とか、奈良でね結構お世話になって、そこで転がり込んでいろいろこうそこの草木染めのこうお手伝いしながら、まあ、なんかその家のこう植木の手植木のこう雑用とかやりながらこう済ませてもらって、で近くにあの自然農のこう畑を教える川口義和さんっていうところがあったので、まあ、そこでもこう畑とかもこう勉強しつつって感じで暮らしてたんですね。でそうこうしてるうちにやっぱりなんかこう自分の中にこうふつふつと湧き上がってくるこう今までもほら学生時代から海外とかで住んでたので、やっぱりこの海外と結びつく仕事がしたい、広い世界と結びつく仕事がしたいみたいなこう漠然と思ってる思いがあったところで、こうなんかこうモロッコで知り合った人が日本に来てて、それでこう日本でこうビジネスやるんだけど手伝ってくんないみたいに言われて、ああそっかと思って、それでまあ東京に戻ってもうその人と一緒にこうビジネス始めたって感じですね。でもですね、もうモロッコの人のビジネスって言ってもこう最初こう本当なんか土台ゼロからやるので、もうめっちゃなんかねインチキなもの売ってたんですよ。なんかすぐぶっ壊れる時計とか、ね、中国製のなんか豚革の手袋とか、それでもう本当ちょっと嫌になっちゃったっていうか、もっとちゃんとまともなものやっていきたい、あと草木染めとかもこう学んでたので、ちゃんとこうクラフトとしてなんかコンセプトを持って勝負したいなと思ってたところで、こうガンジーの本に出会ったんですね。はい、でガンジーの本に出会って、あなんかこう鉄麦の思想でこんなになんかこうインドが独立してなんかイギリスとかこうすごい強い国に打ち勝って、これぐらいのパワーがあるコンセプトなんだと思って、なんかこういうこう理念っていうかな、そういうのがあったらきっとなんか僕ただのビジネスだけじゃなくてこう長続きするんじゃないかなっていう、そういう風合いとかも好きだしと思って、しかもなんかこうそういう村々とかも巡ったりも楽しそうだしと思って、まあスワラジって屋号で2004年から始めたって感じなんですよね。でそんなこんなで、まあ、先ほども言ったようにこう7年間こう西荻窪のお店をこうやってて、それでまあこう子供も生まれて、まあ、子供もなんかこう東京だけじゃなくてこういろんな世界でこう自然のあるところでもちょっと暮らしてみたいみたいな願望もあったので、埼玉県の小川町ってところに移住して、それでまあ子供が幼稚園に入りまでいたんですね。はいはい、それでまあそこでもまあでそれでそこそこ子供がまあ幼稚園入ってこう大きくなるぐらいになってから、ああやっぱりなんかこう、まあ、最初に僕勉強してたのは音楽なので、まあ、音楽もすごいやっぱり好きだっていうかな、こうやめられないっていうかな、どうしてもこう体の中に入ってるっていうかな、そうなんですよね、どうしてもやめられなくて、それでまあ細々と続けてきて、で今もこうやってねこう音楽活動してるって感じ で今はまあこういう民族系の楽器ですね、こう仕事の時に巡る国々で楽器をの学んだりこう集めてきたりして、でそれをこう独自に組み合わせたりとかして音楽活動とか、まあ、この BGM とかもそうなんですけど、まあ、それも作ってるって感じですね。本当はねこう特化サイトとか YouTube でもこう特化したことだけを、ね、宣伝していこうがね、もう分かりやすくてねすごいいいと思うんですよね。例えば僕のお客さんとかで、まあ、すごいこう民族楽器とかこういう質感の楽器もすごい好きって人、まあ、結構いるんですけど、あとこう草木染めのこういうナチュラルな質感すごい好きって人いるんですけど、この2つがこうコネクトするかっていうと、まあ、ほとんどコネクトしないみたいな感じで、まあ、なんかこう全然違う世界なんだなって感じ、僕の中では一緒なんですけど、やっぱりこう辿ってきた道とかはまあ全然違うので、まあ、それはしょうがないのかなと思いつつも、まあ、両方みんなこう交わればいいなと思ってこう統合して発信してるって感じです。でなんか僕の若い頃とかだと、まあ、YouTube とかこうやってなかったし、 SNS とかもまあ出てきたのはまあ10年ぐらい前ぐらいかなって感じで、なかなかねこうやってこう今みたいにこうフリーランスの人がこう発信できる機会ってなかったんですよね。で当時なんかこうアースデイとかそっち系のイベントが盛り上がってたので、そっち系のイベントにこうコミットすることによって、まあ、ちょっと収入とか資金源になってきて、でだんだんこうやって続けてこれたって感じ で今はまあギャラリーとかお店とかと提携させていただいて、こうやって販売とかさせてもらってるんですけど、はい、で今だったら、まあ、今も言ったようにこういろんなこうチャンスがね、こうアナログなチャンスだけじゃなくて、こういうふうにこう YouTube とかあと SNS とかでもすごいこうなんかこう強烈な発信してる人とかだったら全然チャンスある時代だと思うんですよね。なのでこうフリーランスのメリットとかたくさんあるんですけど、まず一つですね、この
経費として落とせるんですって。僕がこういろんな国旅してて、旅できるのって、こういうし、まあ、いわばちょっと不安定な仕事で旅できるのって、やっぱりこう経費として旅してるんですよ。はい。経費として旅してると、こう税金としてこう節税になるので、例えばサラリーマンとかでその収入で、その収入でそのまま使って、そのまま旅して終わりだと、そのお金終わりじゃないですか。まあ、軽減とかにはなるかもしれないけど。でも僕らの場合は、そのお金が、まあ、投資みたいな感じで自分の経験になって、で、そこで学んだことをまたみんなに発信して、それでまあ服とか買ってもらって、まあ、僕の主な収入源ってまあほとんど服なんですけど、まあ、音楽とかまあ料理とかはまあ服にこうコネクトするみたいな、紹介するみたいな感じで、まあ、ほとんどワークショップとか服の販売とかがまあ主な収入源なんですけど、まあ、そういう感じで、なんていうかな、こう経費として落とせるみたいな感じはすごい大きなメリットですね。あともう一つですね、あの通勤とか、まあ、みんなどうだろうな、まあ、通勤とか大変じゃないのかな、慣れたら。でもなんかこうよくよく考えてみたら、別に当たり前かもしれないんですけど、毎日なんか30分とかかけて、なんかこう、なんかすごい辛いなとか、隣の人結構きついなみたいな感じ、まあ、全然思わなくもないと思うんですよね。あとそれにかかる労力とか、まあ、かなりかかってると思うんですよね。なので、まあ、一番こう脳みそが、まあ、割とこう、まあ、子供とかいるんでね、いろいろ朝ごはんの支度とかもあるんですけど、フレッシュな状態ですぐに自分がやりたい、自分が成果を出したいことにコミットできるっていうメリットってすごいでかいと思うんですよね、こういうフリーランスで。あとですね、なんか今年のこう5月の半ばぐらいかな、トヨタの社長とかが終身雇用はもうなかなかこれからもう難しいかもしれないみたいな発表したって、こう日経のニュースとかでもありましたよね。はい。で、あのなんかこう日本で一番の企業ですか、トヨタって。トヨタとかでも、まあ、リストラだってあり得るんだよ。あとこう富士通とかかな、まあいろんなこう会社が45歳以上の自己退職者募集みたいな、まあ、事実上こうリストラ推薦みたいな感じ で日本経済ってまあ人口も少なくなってるので、どれだけ伸びるかって果たして疑問じゃないですか。で、僕の若い頃はなんかソニーとかパナソニックとかめちゃめちゃ強かったんですけど、今はもうなんかガーファーでしたっけ、 Google、Amazon、Apple、Facebook とかがもう全部世界の情報を握ってて、まあ、中国とかはそれ入ってないかもしれないんですけど、今どこまでこのなんか安定したこう雇用社会が持続するかなみたいな、まあ、疑問視されてるというか、僕が思ってるだけじゃなくて、まあ、客観的にもニュースでも発表されてますよね。あと年金とかでもこうどんどん若くなれば若くなるほど損みたいな感じで、僕の世代でもけど、もっと若い人とかだとめっちゃシビアですよね。ただなんか金払うだけみたいな、今の人たちを支えるだけみたいな感じに感じちゃうんじゃないかなって、ちょっと少なからず思ったりもします。そんな感じで話してきたんですけどね、そんなことだったら日本ってなんかすげえもう終わりじゃん、絶望的な国じゃんみたいな感じするかもしれないんですけど、まずですね、この Wi-Fi とかこうインターネットの環境ですね、 4G とかそういうのがもう日本って整ってるじゃないですか。あと銀行のシステムがもうある程度信用してこう成り立ってるじゃないですか。なのでそういうのが整ってなくて、こういうなんか YouTube とかでビジネスしたいとか、ネットビジネスしたいとかしてもやりたくてもできない若者がいる国、できない国がすごい世界にはたくさんあるんですよね。なので、まあ、やっぱりこうやってフリーランスとかでやっていくだったら、まあ、こういう媒体を使わない手はマジでないですよね。あとこう、まあ、貧富の差はもちろんあるんですけど、貧富の差って言ってももう例えばこう本当にプアな国だとマジでもう本当にこうもうどうしようもないぐらいな貧富の差なんですよね。例えばこう最低限に住むとこないとか、こうバンコクとかの路上とかでももう本当にこう住むとこも何もないみたいな人が転がってたりとか、もう平気でするような国まだまだいっぱいあるので、まあ我々まだ恵まれてるので、なんかこう梅雨時期でなんかこう鬱陶しいなとか、あーなんかやる気出ないなっていうのも僕もねそういう時あるんですけどね、でもねなんかもうやるしかないですよね。そう思ってね毎日コツコツやってます。で本当に好きなこととかある程度こう内側から湧き起こる気持ちもすごくあると思うので、30代とかだったらもうそれにもう思いっきりコミットしてみて やるのもありなんじゃないかな。そしたらもう気がついたらこう続けていれば必ずこうコネクションとかできてくるので、まあ、これこう何年か前の自分にも向かっても言ってるような感じなんですけど、まあ、諦めないで続けていくって、まあ、例えばこう YouTube とかこの新しく作ったウェブサイトとか運営していくのって最初の頃もうめっちゃしんどかったんですけど、今もまあたまにしんどいかな、まあ、オーダーとかこなしながら、はい、まあ、でもね、まあ
続けていけばね、なんとかこうつながっていくかなと思って頑張ってやっていきます。で、来週からですね、新しいあの展示また始まりまして、ナチュラルハーモニックプランツって言って、すげえこうこだわった店で、あの横浜のセンター北ってところにあるんですけど、でヘンプに特化したイベントなんですよね。でヘンプに特化したイベントで、なかなかこれね、結構の規模でこうやってくれるイベントってないので、すごい楽しみです。で、私も週末とかね、お店に立たせてもらったりワークショップとかやってるので、ぜひぜひ、ね、あの見かけたらね、声かけていろいろ話しかけてみてくださいね。はい、でチャンネル登録もお願いできれば嬉しいです。ではまた失礼します。